お前って何の役に立ってるんだ？いきなり何？お前の存在価値は？唐突にわけのわからないことを言ってくる夫。もともとそうではなかったが、結婚と同時にモラハラ男に豹変した。それを聞いてどうするわけ？決まってるだろ、お前とは離婚だ。しかし夫は重要なことを知らないのだ。結婚する前に私は夫にある嘘をついていた。それは私が社長であり、経営する会社は年商300億を超えていることだ。それじゃあ子供はどうするの？見捨てる気？見捨てるって人聞きが悪い。お前が責任を持って育てればいいだろう。それでも父親なの？今度から俺は新しい家族の父親になるんだ。お前たちに構ってる暇はないんだよ。もうすぐ生まれるんだ。まさか妊娠までさせていたとは。こうなったら夫にも遠慮はいらないだろう。今までの分を倍以上にして返してやると決意する。それに結婚してから一円も稼いでないじゃないか。俺の金で悠々と生活しやがって。別にあなたにそんなことを頼んだ覚えはないわよ。お前は今まで俺に迷惑をかけてきたんだ。だから慰謝料300万払えよ。本当にクズなのだ。私はここで夫に真実を話そうと思った。なんで私が？むしろ逆でしょ。だからこれは正当な要求なんだよ。ちゃんと理解しろよ。どこまでバカなのかと思った。そのくらいなら今の私には余裕で払える。払ってあげるわよ。300万なんて安いものよ。はあ。私は夫に本当の正体を明かした。その時の夫の顔と言ったら、思い出すだけで笑えてくる。そして私の復讐はまだ終わらない。本当の地獄はこれからなのだから。私は中川優里、とある会社で社長という役職についている二人の子供と夫の竹則と暮らしていた。今の地位に私がつけているのは家族のおかげだ。姉さん、会社を手伝ってくれないかな。私が？私なんて何もできないわよ。そんなことないよ。姉さんだから手伝ってほしいんだ。私には弟が一人いる。そして私が社会人になって3年目に弟からそう頼まれたのだ。この時の弟は大学生で、在学中に輸入雑貨を扱う会社を立ち上げた。仮に手伝ったとして私は何をすればいいの？アドバイスしてほしいんだ。もともと姉さんだって雑貨は好きだったわけだし。確かに海外の可愛い小物などは高校生の時から好きだった。とはいえ今の安定した仕事を辞めてまで手伝うことには疑問が残っていたのだ。それからも弟は諦めることはなく、提案されてから1年近くが経った。それじゃあ手伝ってあげる。本当に？どれぐらい力になれるかわからないけど。私は弟に根負けする形で仕事を辞めた。弟の会社で働き始めて6年ほどが経ったある日、夫の竹則と出会うことになる。友人に誘われて合コンに参加した。ほんの暇つぶし程度の気持ちだったのだが、竹則のクールな雰囲気に惹かれてしまった。今度二人で食事でもどうですか？ええ、俺でよければ。気づけば夫を誘っていた。何度か食事に行くようになり交際を始める。一緒にいて居心地も良かったため結婚も意識し始めた。交際して3年目にプロポーズを受けた。俺と結婚してほしい。渡してよければよろしくお願いします。こうして私たちはそれぞれの実家に挨拶へ。義実家への挨拶も無事に終わり、後日
私の実家に向かった。その道中でのこと。結婚したら専業主婦になってほしいんだ。え、専業主婦？ああ、確か雑貨扱う会社で働いてるって言ってたよな。うん、そうだけど。悪いけど仕事はやめてほしい。結婚したら俺と家のために頑張ってほしいんだよ。返答に孫ついていると竹則は少しイラついた様子を見せた。早く答えないとまずいと思っていると。ダメなのか？違うよ、ダメじゃない。じゃあ頼むよ、約束だからな。私は迷った。そして今後を左右する転換期を迎えることになる。家まであと10分ほどで到着するところまで来た段階で、私は弟にこっそりと連絡した。竹則は運転に夢中だったため、こちらには気づいていない。弟は実家に住んでいたため、先に何か言われてしまう前に先手を打っておいたのだ。ここが有利の実家か？うん、今日は弟もいるから。そうか、わかった。そしてドキドキしながらも結婚の挨拶は無事に終わった。私たちは食事をごちそうになることに。ちょっと手伝ってくるから竹則はゆっくりしてて。ありがとう。すぐに弟の元に向かった。どうすればいいと思う？私は働きたいとは思うけど。専業主婦の話でしょ。姉さんはうちには必要だしな。そもそもこの短い期間で大きくなったのは姉さんのおかげなんだし。そう言われると仕事を続けたいという気持ちはさらに強くなる。すると弟は手をポンと叩いて何か思いついたようだった。そうか、別に黙ってればいいんじゃない？え、そんなのバレちゃうでしょ。大丈夫だって、これから姉さんには家にいてもできることを頼むから。まあそれなら。実はそれともう一つお願いがあるんだけど。お願い？弟は少し言いづらそうにしている。何か良くないことかと想像して少し身構えてしまう。俺の代わりに社長になってくれないか？は？私が社長？なんで？これは役員たちみんなで決めたことなんだ。でも社長はユータでしょ。だから姉さんを社長にしたら俺は副社長になる。頼む。そう言って弟は頭を下げた。でも私なんかただ提案された商品を仕入れるかどうかを判断してただけだし。それがすごいんじゃないか。選んだ商品のほとんどが即完売状態だったんだから。そうかもしれないけど。それに年商300億の会社の社長だよ。私はその提案を受け入れることにした。社長になることを選んだのはお金よりも私を選んでくれた社員たちの意思を無下にできなかったからだ。こうして私は竹則に大きな秘密を抱えたまま結婚することになった。そしてそれは絶対にバレてはいけないものなのだ。挨拶をしてから一週間後に婚姻届を提出して夫婦となった。これで晴れて夫婦になったわけだから、俺の指示には従ってもらうからな。指示？そうだよ。この家で一番偉いのは俺だ。だから当たり前だろ。新居に引っ越して初日のことだった。竹則は私に対して高圧的な態度を取るように。結婚する前も少し上から目線なことがあったため、もしやと思ったが、それが的中することに。このままだとどうなってしまうのかと考えるようになった。なあ、今度旅行にでも行かないか？旅行？新婚旅行もまだだったし、ちょうどいいと思ってさ。結婚して半年後のことだった。それまでは竹則に言われるがまま、専業主婦としての役割を必死にこなしていたと思う。そんな時にこんな提案をされれば嬉しくないわけがない。じゃあどこに行く？そうだな、せっかくだし北海道なんてどう？前に行きたいって言ってたよな。うん、ずっと行きたいと思ってたんだ。
それを覚えていてくれたことも嬉しかった。2週間後に旅行に行くことになったのだが、夫はどことなく上の空のように見えた。どうかした？いや、別に何でもない。飛行機の時間もあるし、行こうか。うん。北海道に着いてからは純粋に旅行を楽しんだ。しかし、その日の夜に事件は起こった。夜中に起きると、横に寝ていたはずの夫がいないのだ。少しすると、夫は部屋に戻ってきた。どこに行ってたの？別にどこでもいいだろう。横にいないんだから、そりゃ心配するでしょ。すると夫は、小さく舌打ちをした。いいか、これからは俺のやることに口出しするな。誰のおかげで生活できてると思ってるんだ。ここで本当のことを話してやろうかと思ったが、ぐっと我慢した。確かに夫は毎月生活費としてお金を入れてくれてはいたが、わずか数万円である。さすがにこれでは足りないと感じ、自分のお金からバレないように補填していた。さらに、ここで私はあることに気づく。なんか甘い匂いがするけど。匂い？そんなものするわけないだろう。何を言ってるんだ。夫ははぐらかしていたが、確実にその匂いはしていた。ここで私は夫に女の影があることを始めた。もしかしたら旅行に来たのも口実で、本当はどこぞの女と会うためだったのではと。旅行は3泊4日だったが、夜になるたびにどこかに出かけていった。追いかけようとしたが、夫は私を警戒していたのか、尻尾をつかむことはできなかったのだ。何のための旅行だったのよ。結局、旅行を楽しむことはできず、日々の生活に戻っていった。タイミングがいいのか悪いのか、ここで私の妊娠が発覚する。早速、夫に報告したのだが、妊娠してたみたい。妊娠？そうか。夫の反応は非常に薄いものだった。喜ぶこともせず、むしろ面倒くさそうな表情にも見えたのだ。子供ができれば夫の態度も丸くなるだろうと思っていたが、そんなことはなかった。お腹が大きくなっていっても夫は家事を手伝うことはない。少しだけでもいいから手伝ってくれない？今日はちょっと体調が良くなくて。なんで俺がそんなことしないといけないんだ。この状態じゃろくに動けないのよ。こっちだって困ってるんだ。勝手に妊娠なんかしやがって。この態度にはさすがの私も我慢ができなかった。そんな言い方ないでしょ。いくらなんでも無責任よ。夫に私の言葉は届いていない。子供を育てるのだって金がかかるんだ。お前も俺の妻なら、そんなことくらいわかるだろうが。そんなこと、わかりたくもないと思った。妊娠中の妻に対して、こんなことを言う夫がいるだろうか。そもそも、いていいはずがない。そうこうしているうちに、臨月を迎え、一人で出産することになった。いくらなんでも、それはひどすぎじゃないか。いや、ひどいなんてもんじゃない。生まれた子供を見せに実家に帰ると、両親も弟も怒り心頭だった。そんなんなら別れればいいのに。俺も母さんの意見に賛成だな。このままじゃ姉さんが苦労するだけだよ。そうなんだけど、まだ生まれたばかりだし、すぐってわけにはいかないかな。何かあったらすぐに相談しなさいよ。うん、ありがとう。弟に呼び止められた。姉さん、ごめん。さっき言い忘れてたんだけど、姉さんの旦那さんの会社と取引し始めたんだ。え、そうだったの？うん。俺も気づくのが遅れたんだけど。でも、そればっかりはしょうがないわね。だけど、その情報はいずれ使えるかも。姉さん、今の顔は他の人には見せない方がいいよ。なんでよ。とにかく、忠告はしたからね。その後、
うちに帰ってきたが、夫は育児にも参加してこない。それは生まれてからずっとだ。私自身、夫には何も期待しなくなった。夜泣きがひどいから、もっと離れて寝てくれ。赤ちゃんは泣くのが仕事よ。しょうがないでしょ。だったらそれを泣き止ませるのがお前の仕事だろ。私と息子は寝室から一番遠いリビングで寝ることに、さらに些細なことにも文句を言ってくる。なんだこの飯は。適当にやるんじゃない。今日は時間がなかったの。ずっと家にいるくせに時間がない。ふざけんな。そう言うと食卓に並んでいた料理を払いのける。テーブルに乗っていたお皿は床に落ち、それに驚いた息子も泣き出す。それに対してうるさいと怒鳴る夫。まさに地獄絵図だった。片付けはいいから早く泣き止ませろよ。私は何も言わず息子を連れて外に出た。うちには一秒たりともいたくなかったからだ。それから30分ほどして家に戻ると、そこに夫の姿はなかった。なんでここまでしないといけないの。心身ともにすり減っていき、やがて私は病院に運ばれることに。その日は夫を見送り、家でリモート会議をしていた。その途中で気分が悪くなり、意識を失ったのだ。気づいたら私は病院のベッドに寝かされていた。息子は？大丈夫だよ。そこでぐっすり寝てるから。私はほっと胸をなで下ろした。ユタが助けてくれたの？そりゃそうだよ。いきなり画面越しに消えるんだから。急いで家に走ったよ。ありがとう。すると弟は真顔になる。そろそろ限界なんじゃない？そうね。今回はたまたまタイミングが良かったけど、誰にも気づかれなかったらそれこそ取り返しのつかないことになるよ。弟の言っていることは間違っていない。息子のことも考えると早めに結論を出さないといけないと思った。私は大きく深呼吸する。ユータの言う通りね。いろいろと理由をつけて避けてきたけど、この子のためにも話をしないとね。絶対それがいいよ。もし何かあっても俺とか母さんもいるんだから。こうして私は退院したら夫に離婚を切り出そうと思ったのだ。診断結果は過労ということだったため、3日ほど入院して退院できた。息子と共に家に帰ると、怒りに満ちた表情の夫が待ち構えていたのだ。まったく自分の体調管理もできないのかお前は。ちょっと話があるから。話後にしろ。今から出かけるから。ちょっと待って。夫はどこに行くとも言わずに出かけていき、その日は帰ってこなかった。ほとんど帰ってこなくなり、話を切り出すタイミングがなくなっていく。帰ってきても夫婦らしい会話もなく、身の回りのものを持ってまた出かけていく生活が当たり前のようになっていた。その日も朝出社してからいくら待っても帰ってこない。今日こそ離婚のことを伝えようと寝ずに待っていると、夫の電話番号から着信があった。もしもし、何時に帰ってくるの？すると、そこから聞こえてきたのは、夫ではなく、若い女の声だった。もしかして、奥さんですか？そういうあなたは、誰？みんなって言います。竹典さんとお付き合いさせてもらってるんですよ。夫の浮気相手だと、すぐに理解した。これは、明確な証拠であり、離婚するのに、いい材料だと思った。そうですか。あれ、そんなに驚かないんですね。意外です。まあ、うすうす感じてたから。私は、感情を抑えて、淡々と答えた。なら、話は早いですね。
私は本気で竹典さんを愛してるんです。だからさっさと別れてください。それがどういうことか分かってる？もちろんですよ。それにあんな役立たずはいらないって言ってましたし。なるほどね。ここで電話を切ろうと思ったが、この浮気相手はまだ話足りないようだった。どうせならとそれに付き合うことにしたのだ。それと今どこにいると思います？さあ、知りたくもないけど。聞いてくださいよ。私の部屋にいるんですけど、子供みたいにぐっすり寝てますよ。そうなんだ。そんなこと今更どうでもいいわ。そんなんだから竹典さんに捨てられるんですよ。不倫してるにもかかわらず、笑って話すミナという女には心底イライラさせられた。夫もそうだが、こんなにバカ丸出しの女もなかなかだ。ルイは友を呼ぶとはこんな感じなのだろうか。とりあえず今日はうちに泊まっていきますから、そっちは寂しく寝てくださいね。そう言って電話は切れた。向こうがそのつもりなら、こっちだってその覚悟はある。ミナの言う通り、夫は帰ってこなかったのだ。翌日の昼頃になって、ようやく夫は帰宅した。昨日は随分とお楽しみだったみたいね。は？何のことだ？もしかして聞いてない？ミナっていう女があなたのスマホから電話してきたけど。余計なこと。苦々しい顔をしていた夫も何か吹っ切れた表情になる。愛し合ってるんですって？まあそうだな。否定はしないのね。そんなことして何になる？すると夫はソファーに座り、天井を見上げた。なあ、お前って何の役に立ってるんだ？いきなり何？お前の存在価値は？唐突にわけのわからないことを言ってくる夫。また始まったと思った。私を下に見て罵ることで自尊心も満たしているのかもしれない。そうだとしたら救いようもない。そんなこと聞いてどうするの？ただの確認だよ。ちゃんとお前が自覚してるかってな。自覚してなかったら？すると夫は笑いながら答えた。お前とは離婚だ。離婚ね。確かにあなたの不倫相手にも別れろって言われたっけ。だったら別にいいだろう。お前は用済みなんだよ。いや、そもそも役にも立たなかったんだから用済み以前の話か。離婚するのはいいとしても、後悔するのはあなたの方だと思うけど。俺が後悔？そんなわけないだろう。夫は重要なことを知らないのだ。結婚する前に私は夫にある嘘をついていた。それは私が社長であり、経営する会社は年商300億を超えていることだ。しかし気になることもあった。それは子供のことだ。それじゃあ子供はどうするの？まさか見捨てる気？見捨てるって人聞きが悪い。お前が責任を持って育てればいいだろう。それでも父親なの？おいおい、さっき離婚してもいいって言ったのはお前だろう。それに今度から俺は新しい家族の父親になるんだ。お前たちに構ってる暇はないんだよ。もうすぐ生まれるんだ。まさか妊娠までさせていたとは。ミナ本人もそんなことは言っていなかったから、そんなことになっているなんて想像もできなかった。こうなったら夫にも遠慮はいらないだろう。今まで私にしてきた分を倍以上にして返してやる。それに結婚してから一円も稼いでないじゃないか。俺の金で悠々と生活しやがって。別にあなたにそんなことを頼んだ覚えはないわよ。お前は今まで俺に迷惑をかけてきたんだ。だから慰謝料300万払えよ。本当にクズだ。私はここで夫に真実を話そうと思った。なんで私が？むしろ逆でしょ。
だから、これは正当な要求なんだよ。ちゃんと理解しろよ。理解できるわけないでしょ。今まで俺に損失を与えた分だ。まあ、こんなもんじゃないが、金のないお前にこれ以上払わせるのはかわいそうだからな。どこまでバカなのかと思った。それくらいなら、今の私には余裕で払える。払ってあげるわよ。300万なんて安いものよ。は？私は夫に本当の正体を明かそうと思った。夫の方こそ理解できていない。これから起こることを考えると、私は楽しみで仕方なかった。何をそんなにほうけてるの？お前、何を考えてる？さあ、何のこと？とぼけるな。300万なんて払えるわけもないだろ。どうしてそう思ったの？だって、お前は会社を辞めて専業主婦で。夫は頭がついていっていないようだ。実は私仕事辞めてなかったの。辞めてない？でもお前はずっと家にいただろ。家にいてもできることだからね。そんなに信じられないなら証拠を見せてあげる。私は財布の中から一枚の名刺を夫に手渡した。名刺？そこには大きく代表取締役として私の名前が書かれていた。そんな、お前が社長なんて。ずっと私をバカにしてきたあなたには信じられないでしょうね。でもこれが真実よ。俺は信じないぞ。俺を騙そうとしてるな。今さら面倒くさい。そんなことしないわよ。それともう一つ、会社の年商は300億なの。300億？そうよ。あなたがどんなに頑張っても稼ぐことなんてできない額よ。夫は分かりやすく絶望している。しかし私の復讐はまだ終わらない。絶望的になってるところ悪いけど、まだこんなもんじゃないからね。まだあるのか。あなたの会社最近雑貨を扱い始めたわよね。まさか。弟から聞いた時は驚いたが、これは使えると思った。取引の有無は弟に任せていたが、会社のトップは私なのだ。取引は今後なしにさせてもらうから。あなたみたいな社員がいる会社と付き合っていくのは無理そうだもの。おい、待ってくれ。そんなことされたら俺はクビになる。それは私には関係ないわ。これから離婚するんだもの。今までのこと謝るからな。これからはお前の言うことは何でも聞くよ。どこまでプライドのない男なんだろうか。人のことを下に見ていたくせに、保身のためならプライドなんて簡単に捨てられる。こんな男を一時でも愛していたと思うと自分が情けなく思う。残念だけどそれは無理だから、今から転職先を探した方がいいんじゃない？頼む。ミナとはもう別れるから。でも子供も生まれるんでしょ？その子供も見捨てるの？俺は別に欲しかったわけじゃない。あいつが欲しいとせがむから。わかってる。私にも同じようなこと言ってたのよ。それは何かを口にすればするほど自分の首を絞めることになっている。とにかく私の覚悟は変わらないから、この家も好きに使ってくれていいわよ。なんならミナをここに呼んだらいいじゃない。私は息子を抱きかかえて家を出た。この家には未練はないし、自分たちの荷物もまた買い揃えることもできる。私たちは一度実家に向かうことにした。急にどうしたの？しばらくここでお世話になるから。覚悟を決めたのね。覚悟は決まってたんだけど、いろいろあってだいぶ時間がかかっちゃったけどね。ゆっくりしなさい。息子を寝かしつけた私は弟に連絡した。ゆうたが言ってた竹のりの会社との取引だけど。ってことは離婚したってこと？まあそれは時間の問題なんだけど、その前に片付けておきたくてね。いずれこうなると思ってたから準備はできてるよ。さすが私の弟ね。そして契約解除を求めるために
弟に連絡してもらうことにした。私はもう止まらない。夫にも不倫相手のミナにも地獄を見てもらうのだ。すると夫から何件も着信が来ていた。せっかくだからと出てみることに。どうしたの？今どこにいるんだ？教えるつもりはないけど。頼むから帰ってきてくれないか。帰るわけないでしょ。理解できないの？それとあなたの会社と契約を継続しないことを正式に決定したから。本当なのか？ええ。それとあなたのこともしっかり弟から使えてもらう手はずになってるから。夫は何も話さなくなった。あなたが何をしようとこの運命は変わらないから、今のうちにミナにも伝えておいた方がいいわよ。じゃあね。電話を切った私は声を出して笑った。今まで曇っていた景色もパーッと明るくなった気がする。最後の仕上げが残っているが、ひとまず今の状況をかみしめることにした。実家に来て3日後、姉ちゃんの依頼はバッチリこなしてきたからもう安心だよ。ありがとう。あとは自分でキリをつけるわ。わかった。何かあったら言ってよ。頼りにしてるよ。私はその日のうちに弁護士に相談に行った。あの様子だと離婚するのにごねる可能性も十分あったからだ。弁護士には今までのこと、そして不倫して相手を妊娠させたことなどを話した。それだけの証拠などがあるならと早速手続きを進めてくれたのだ。これでなんとかなりそうね。さらに翌日になると、夫の勤めている会社の社長が直接謝罪に来た。一社員のせいで契約がパーになったのだから当然か。詳しく話を聞くと、夫は想像通りクビになったそうだ。その後夫がどうなったかはわからないらしい。そしてやっぱりここにいたのか。まさかこんなところにまで来るなんて思わなかったわ。夫は私に会うために実家にやってきたのだ。やっぱりここだと思ってな。もう一度俺にチャンスをくれないか。まだ夫は私にしがみつこうとしてくる。そんなものとっくにないわ。今までだってそのチャンスは散々あったんだから。一生のお願いだ。目の前の男に関わるのも時間の無駄でしかない。早く夫から解放されたいという気持ちだけが満たされていく。無理に決まってるでしょ。とにかくここには二度と来ないで。それにあなたにはミナとその子供がいるんだから。それは何とかする。できもしないことは言わない方がいいわよ。また面倒なことになるから。それから弟と協力して夫を家から追い出した。1週間後には正式に離婚が成立。もちろん元夫とミナには慰謝料を請求した。請求した理由は苦しんでもらうためだ。聞いた話によれば元夫は結局愛人のミナにも捨てられ、養育費だけを請求されているらしい。元夫に残ったのは借金だけということになる。クズだった元夫にはお似合いの結果になった。これでようやく平和になったわ。それじゃこれからは社長として頑張ってよ。わかってるよ。迷惑をかけた分はしっかり働いて返すから。私の方はというと、もう社長であることを隠す必要もなくなった。そして家族と共にたまに引っ越しをした。これからは家族みんなで幸せな生活を送っていきたいと思う。